全然喋れません。そこそこ。あんまり得意じゃない。キャメキュリセントシュミングで。No. No. I can't. 喋れません。喋れないです。少し。喋れないです。Yes. はい。一応。キャメキュリセントシュミングで。Why not? Okay. Are you guys Japanese? Yes. Yes, we are.思います。あ、慣れたらいいですね。うん、アパレルの催事の仕事してるんですけど、でなんか中国のお客さんとか英語喋れる人たくさん来るんですけど、うまく案内できなくて悔しい思いとか何回もしてるので、はい、なんかなんか視野が広がるから、ちょっと留学を考えてるからです。どこに旅行したいですか？アメリカ。思うことはあります。海外旅行行くときですね。ビジネスで使えればって思うときもあります。喋りたいですけど、そうですね、海外で仕事ができたら魅力的かなと。建築の設計です。はい、海外に行って外国人の人と仲良くなりたいから。ヨーロッパ、アメリカも、アロスも行きたい。スタイル良くてかっこいい女の人が歩ってるイメージだから3カ国語喋るようになりたい。日本語、英語、あともう1個第2外国語やりたい。フランス語かスペイン語かまだ迷ってます。 How did you learn English? We were in the States before, like about 10 years ago. I was there like 4 years ago because I chose to go to upstate New York where like no Japanese people are. So, you know, I didn't know much English at all first when I first got there, but yeah, I kind of forced myself to learn, to speak, to listen, so worked out for me. High school and in college. For me, it was only for college. これから先喋った方がいいと思います、私。なんか外国人いっぱいいるし。そう、観光客とかもね、日本にたくさん来るし、オリンピックもあるし、中国語の方が必要な気もせなくもないけど、今のところ英語だよね。いや、べきだとは別に思いません。別に今あんまり喋れなくても成り立ってるから。自分が外国行く分には外国の言葉喋らないといけないと思うけど、海外の人を迎える分にはそっちが日本語喋ってくれればいいのになっていうふうに思います。できた方がいいと思います。まあ、世界共通語なので、うん、まあ、やれて損はないかなと思います。僕は別にみんながみんな喋る必要はないと思いますね。それって個人の動機によるところだから、あんまり集団で物事を考えないんで、まとめてどちらかというとその個々人の意見で何かを語るべきだと思っているので、僕は喋りたいですけど。はい、まあまあ日本に住んでたら英語があんまり必要ないから。日本って絶対的になんか他の英語が第一言語じゃない国と比べて、あの文法とかグラマーはできても、なんだろう、そのスピーキング能力がすごい低いと思うんで、それってどうなんですかって思って。海外から日本にたくさん来てる人いるのに、それに対して日本人がちゃんと受け答えできないっていうのはやっぱね、なんかそういう先進国とか行ってんなら英語もちゃんとできるべきなのかなって思います。Why not? I mean, Japanese people are basically the only people speaking Japanese, soYou know, world is bigger than we think, so I think we can learn a lot from other cultures. As far as I live in Tokyo, I don't have to speak any English, but if you see around, you see a bunch of like foreigners and then tourists, and it's more fun to like, it would be nice to speak English so that you get to know different people and then you get to see different cultures and make new friends, you know? So. Shabir Ego っていうよりも書く英語、テストのための英語っていうのがよく言われるかなって。書いてばっかだから。テストのための勉強みたいな。英会話をしないからだと思います。まあ先生方があんまり喋れないから。っていうのがまず一つじゃないですか。あとその生徒たちが喋れることによってどういう恩恵を受けれるのかっていうビジョンが多分そんなにないから、生徒が受け身な授業で、ただ先生が与えるだけの教育で、実際ディスカッションするとか喋る機会って本当に中学高校ないんで、
ちなみにあの小学校から英語を勉強した世代は、うん、違います、はい、一応小学校で、ALT、ALT の先生がいて週1回遊びみたいな感じの授業あったけど、それはもう英語の文化知ったり遊ぶって感じだったから、英会話って感じのはちゃんとやってない。 Education, Japanese education for English learning. I think that they're trying to make English as a concept and like you have to like learn grammatically. You know, that's good, but words alive and language is changing. You have to like apply yourself to it. You just can't memorize them all in order to like communicate. You have to like get the flow. You have to like really know it, but they'll teach you to like, you know, basically like fill in the blanks and stuff, you know, but that's not how we communicate, you know. I think that's nonsense, you know. You should be able to speak language in a few years if you like really put yourself down to it. Like when you see the textbook, when you say like, when it says like, how are you, it says, like the answer is, I'm fine, thank you. But you never use it. So like, it's not really like something that we, like not me, but the English speakers don't use are on the textbook. That's why it doesn't really work.もうなんかちっちゃい時から喋る英語に親しみで来れたらいいなっていうのは思いますよ。まあ、読み書きも当然大切だとは思うので、それもやりつつなんか外国人の講師と本当にずっと学校に一緒にいられるっていう機会があったら、まあ喋ることも結構できるんじゃないかなというふうな感じはしますね。ネイティブと会話する。もっとお金出してほしいよね。留学行けるチャンスとかが作ってくれればいいんじゃないかなっていうふうに。本当は海外の人とそういう英会話の授業ができるのが一番勉強になるかなと思います。まあ、自分は好きだったので覚えましたけど、聞くとできないですね。字で書いてもらうと分かるっていう。いや、僕はその別に改善すべきかすべきでないかっていうのは、それまたその個人が喋りたいか喋りたくないかによってくると思うので、一般的に改善すればいいっていう考え方もそんなに持ってないです。 ALT が授業する英語の授業が欲しい。もっとディスカッションを授業に取り入れてほしいのと、先生自体が喋れない先生が多いと思うんで、もっと先生自体の教育じゃないけど、先生自体がもっと英語が喋れるようになる教育かなと思います。イギリス留学、夏、短期、行きます。Why do you want to go to Britain? なんでって言われても。Because I have never go to, I've been to Europe, so I want to go there. And I want to study English in abroad, and I want to improve my English skill. When I was a junior high school student, I went to America with my friends, so...This summer, I want to go England. Everybody else in the world basically know how to speak English. And in that sense, Japan is like really behind the learning second languages, not only for the English, but I don't know how we can improve it, but maybe we should. Government need to change the textbook or how they teach English to the students. It just doesn't work. Whoever watching this should come to Tokyo and enjoy the people around. Oh, Japanese people are very nice, but they just don't speak English. If you ask them to find some place, they will try to help, even though they don't speak English. So, but please come. Yeah, subscribe Yuta and follow him. He's making a difference.Hey guys, it's Yuta again. Well, since the last guy says subscribe to my channel, I think you should subscribe to my channel. Or you can check out my video about if Japanese women want to date foreign men. Alright, see you guys later. Ciao, ciao.